三沢進スス11月10日から1923年9月16日は、日本の教育者、横浜商法学校初代校長。字は、公共。1849年11月10日、ビ中国三沢村生まれ、父、三村茂八郎、母、おみつの6人兄弟の長男、陽明徳太郎。 1862年、儒学を志し工場館に入学し、坂谷明路に教わる一方で、永遠商事へ通い前に勤めた。1868年工場館卒業後家に帰る。同年、生を、美沢へ改める。美沢家は家業である酒造りの失敗、父と叔父による鉱山投資への失敗により貧困のどん底にあった、ため、 美沢家最高のために学問を志していた進は、1872年母親に、なりわえ芝居見物に行くと嘘をつき状況。かつて、栄章寺に寄宿し、美沢と面識のあった、元に見反画老、深海吉種を訪ね、書生生活を行う。8月、三栗周平の三叉学者に入学。1875年1月、三栗周平の許しを経て、 慶応義塾に展示、福沢諭吉の勘歌を受ける。1878年、三菱商業学校校長、森下岩楠に併せられ、三菱商業学校の英語教授となる。1882年、福沢諭吉の推挙で、横浜商法学校創立に際して、校長となる。最初の生徒は15人。校訓を定め、横浜商人の育成に尽力した。 1923年9月1日、関東大震災で校舎の大部分が壊滅。ビサワは、学校の復興に際し、横浜復興という大目的を掲げ、不眠不休の努力により、横浜商法学校は10月15日授業再開となった。しかし、その日、昏睡状態になり、翌日の10月16日14時30分、生涯を閉じた。ありがとうございます。